ははいいおはようございますすキャプテンスのバイブルトークです、えー、今日は5月の12日,12日水曜日第一歴代史の11章22から47です。えー、11章ねダビデ軍団のダビデの三遊士というのが出てきましたけども今日その後半でそうだ三遊士の話のところでちょっと昨日ね話し忘れたのがあってこの3人のね そうあのねヤンキー軍団のあのエピソードがあるんですよ。あのある時ですね、ダビデがそのねこう羊飼にいた時に、なんかね水飲みてえっていう風に言ってね、ダビデがえベツレヘムの門にある井戸の水を飲ま誰かが飲ませてくれたらなって言ったらしいんですよ。でそれを聞いてこの三人えペリシテ人のね敵の陣営を突き抜けて。 ベツレヘムの門にある井戸から水を汲んでそれをダビデのとこ持ってきたと、ね、ダビデはそれをもらってもう飲もうとしないでそれを注いで主にささげて神様にささげて、ね、もう私はそんなことできませんと、ね、これが命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか彼らは命を懸けてこれを運んできたのです彼はそれを飲もうとはしなかった三遊士はこのことようなことをしたのであるってそうい,い,いいエピソードになってんですけども いいエピソードかって思うよね。まあ、でもあれでねこう,こうヤンキーの間の、えー、絆的なねなんかこうあれですよ。でこの時からもう俺たち仲間だよねみたいな感じのお前お前たちのこのね絆はもう、えー、絶対にみたいなまあそうでもないんだけどもあの、まあ、そんなエピソードがある、まあ、あれですね。えー まあこのあとまたそのねホラーナ時代ダビデのまだねあのホラーナとかでそのねまだこう不遇な時代のエピソードはこれからも出てくるんですけどもその時のこの3人3人組がね三勇志っていうことです。で今日のとこ22から今日ね「エホヤダのうベナヤ」ってールの出で 多くの手柄を立てた力ある人であった彼はモアブの二人の英雄を撃ち殺したまたある雪の日にホラー穴の中に降りて行っておじしを撃ち殺したすげえやつができたやべえやつができたねベダヤ彼はまたあのエジプト人背の高い男で5キュビトあったを撃ち殺した、えー、ちなみに5キュビトっていうのは 234×52m ぐらいだ、はいえー、このエジプト人は手にハタロニの巻物に 似た槍を持っていたゴリラ手みたいな感じね彼は杖を持ってその男のところに下って行きエジプト人の手から手を槍をもぎ取ってその槍で彼を殺したエホヤダの子ベナヤはこれらのことをして三勇士とともに名を挙げた三勇士には入ってないんだねだベナヤは別格彼は実にあの三十人の中で最も誉れがあの三十人とかあの三人とか出てきますけども誉れが高かったがあの三人には及ばなかったダビデは彼を自分の護衛長にしたと えー、ということであの3人、ね、ダビデの三勇士はあのー、まあねほどじゃないんだけどでもこのベナヤというのが、まあ、ダビデの専属の護衛長になるぐらいの一、まあ、人で、ね、結構やるタイプあの群れないでもう結構強いというね、えー、ことでベナヤっていうのも今日出てきましたけどその後とも26から47までもう名前がいっぱい出てきます。出てきますけどこれ楽しいですあのいろいろね。 あの武闘派の名前が勇士たちの名前ですから朝やるねは早い人あと例えば四十一節にはヘテジンウリアまでいきますねえ中世度5あのねウリアえっていうふうにあるんですけどもこうあのダビデ編になってからですねそのね前にね何年か前にこれやった時にダビデとサウルの違いっていうのをちょっとなんとなくこうねおじさんたちがこうやった時にサウルは割とジャンプ的な 漫画ね、少年ジャンプ的なこうイメージと、でダビデがその時三列だっったのかな、あのでもねマガジンだね、何言ってるかわかんないかもしれませんけども、だからねヤンキー漫画的な雰囲気がダビデなんですね。で私はあれとヤンキー漫画ってあんまり読んでこなかったんですけども、最近あの YMCa の授業で毎回生徒たちに聞くんですね、今漫画面白い漫画何にって聞くと、男の子たちがねみんな言うのが 東京リベンジャーズっていう漫画それヤンキー漫画らしいんですけどもそれをね最近ねちょっと読もうかなと思って無料のやつをあの読んでも見たりもしてるんですがこのダビデのなんか特にこのねダビデとその仲間たちって割とねヤンキー漫画の感じで,でダビデがまあそのね頭というかねえそのダビデを盛り上げるいろんなこう癖のある人たちが出てくるのがこうダビデの 勇士たちの話とでまあ今日はねここまでなんですけども明日以降もまたねダビデのそのね勇士たちの話ダビデの、えー、マブダチの話がこうね繰り広げられるとあの私もそういう時代に育った人ですので割とねなじみがあるというかこの地元の本当にこのね、あのー、仲間 がこう集まってそしてねこのダビデの場合はホラナの中で,でね逃げ回る時代本当にね弱い時代からだん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 その時の仲間たちがえね出征していってというかね強くなる一緒に強くなっていくっていうそういうなんかねちょっとその中に友情絆とかねちょっとそういったものがあるっていうねそういう裏切りなんかも出ていくるんですけどもなんかそういう感じで見て。 行きたいと思います、まあ、別にいかなくてもいいですけどはいということで、えー、今日のところでこんだけ話せればすごいと思うねね、あのー、ということで、えー、よくお願いいたしておますそれではまたごきげんよう